ATV! イエーイ！イエーイ！さあ、やってまいりました。おい、なんと、まあ、このちょっと早い時間にお送りしてるということはですよ。はい。うん、年下彼氏、見てみた感想を言い合おうの回です。イエーイ！お！イエーイ！なるほど。そうなんですよ。どうしたお。どうしたマサイ。あれ？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 どうしたん？分かってや。一番最初の方の冒頭やろ。最初の冒頭やん。冒頭やろ。ただ誰も気づいてくれへんやん。じゃあ分かんない。なんで突っ込んだらいいか分かれへん。分かるよ。それを拾う言葉が見つからんかった今。そうやね。あ、冒頭のやつやってるわ。なんて言ったら。やったものの。でもやったもののやったから。分かりさ。ね。はい。第何話でしたっけ？14ですね。14話。主演の。14。はい。素晴らしい。いやー、胸キュンでしたね。ましたよ。めっちゃロマンチック。よかったな。ほんまにロマンチックやな。よかったよかった。うん。え？ほんまにロマンチックやな。うん。まあなんか、王道って感じよね。なんか、変化球って感じではないよね。でもそのせいやくんの仕事できない感はちょっと新鮮でしたよ。そう。まあでも似合うよな。似合うって言われてどうなの？それどういうリアクションが正解なの？似合うって言われて、ありがとうが正解。似合ってたってことは、あの演技が良かったってこと。あ、そう見えてたってことね。ありがとうでいいってことで。いやでもやっぱ恥ずかしかったわ、自分で見るの。ね、わかったわ、みんなが言ってた気持ちがわかったわ。ね、いや恥ずかしいな、見るの。恥ずかしいわ。あれさ、本読み合わせの時さ、俺横にいたからさ、うん、だからセリフなんとなく知ってたやんか。ああでも実際だからこう画面上で見てさ、ああこれこうなってんやみたいな、すげえ なるほどね。うん、感覚やった。目線が違うやん。そうね、確かに、ね、そうか、そういう楽しみ方できるのいいっすね。うん、うん、え、実際緊張しました？このバックハグのシーンとか。あ、ロマンチックやった。ああ、緊張はしたな。緊張したな。やっぱり。え、なんか緊張は、はい、うん、何何何、気をつけた、気にしたことあります？なんかめっちゃ歯磨いたとか。気にしたこと。いや、そんな、なんか特に。あ、そうなんや。そんな構えた感じもなかったけど、別に、あー来るぞみたいな感じも別になかったけど、いざでも、あ、じゃあテストやりますってこうやる、はいはい、なった時とかはやっぱ緊張はしたよな。でもなんかこうやテストでやった時にスタッフさんとかもなんか、はい、ふーみたいな、なんかこう、おー、結構顔を盛り上げてくれたからやりやすかったっていうのはある。へ、えー、そんな感じ。いいなぁ、めっちゃあったかかったですもんね、現場とかもね。あったかかったな、うん、そう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 、うん、だって小島がね、撮影一発目だったじゃないですか、 A でてか全体でか。あ、そうやった、全体で全体で一発目だね。そう、なんかめっちゃ現場温めてたみたいな話も聞いたりしたから。温めてたっていうか、まあ、そう、頑張ったね、頑張ったから。温めたんや、小島くんが。うん、小島くん温めてたんすか。温めたっていうか、まあ、一発目やからめっちゃプレッシャーありましたね。だからそのそらそらやな、この後に続く関西ジュニアがいい子って思われるように、ね、関西ジュニアってこういう子なんやって思われますもんね。っていうのをまあ体現化はしたね。そういう空気ゆえのふーとかやったかもしれないですもんね。確かにそれはあるかもしれない。なんかやってて、小島と同じ監督やったからね。はいはいはい、あの監督さんが俺。おお、俺も一緒やんな。そうそう、そう、リチャも一緒よ。リチャも一緒。そうなんや。そうそう、一緒の監督さんやったから。はいはい。なんかメンバーの話とか出ました、そこで。あ、小島の話とかは最初にこう話したりはしたよ。あの監督の。した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 。それは。この話は俺の時も出たからね。温めてんな。そう。掴んでんな。やっぱ俺、監督さん違うけど、スタッフさんから出ましたからね。マジ？めっちゃ小島の話出るやん。よっしゃ。少し出るやん。いや、めちゃくちゃインパクト残ってたよ、小次元。よっしゃ。もう一発目。あ、そうやな、確かに。そんだけ出るってことはな。なんか、いっぱいいろんなあれあったから。せやくんも、あの、
なんかせいやくん途中で女と抜け出したじゃないですか。女って言い方やろ。言い方やろ。言い方やろお前。ひどいな。一視聴者としてね。一視聴者としてね。女と。で、あの男の子やっぱなんかかわいそうとか思っちゃいますね。ああいうのって。見てたら。ああ、なるほどね。その男された側がね。バックストーリーとか考えちゃうね。ああ、確かにね。すごい深い見方してるな。そう、だって、新、なんか歓迎会歓迎会に、うん、の代わりにみたいな行って。そうやな、歓迎会もしてもらってないって言ってたもんな。で、そう、結局、飲めんくて、金も払われへんし。そう、結局。そうやな、その場も、費用持ってるもんな、その人が。お会計終わったんすかね。お会計したんすかね。契約いや、後日返してんじゃない後日。あ、ごめんな、みたいな感じで返してんじゃないあの時はごめん、みたいな。あね、うん、まあ、友達でしたもんね、その彼とも、ね。まあ、そうそうそう。あの後はうまいこと言ってるんですか、あの二人は。あ、言ってる言ってる。告白しようとしたのに待って。同じ職場で。気まずくなったりしてね。なってへん、なってへん、なってへん。アフターフォローした。いいやつアフターフォローしてるし、相手もこう分かってくれる。あ、いいやつや。あー、いいやつや。あ、よかった。ギクシャクしてないから。よかった。そこだけ気になったとかな。大丈夫、大丈夫。大丈夫、大丈夫。大勢ほぼほぼ話寄ってないけど、ちゃんと見た見ました、見ました。なんかどこの社長みたいな角度になってんで、今。あの、うまいこと、いろいろ映るから隠してるんですよ、このうまいこと。いや、ええわ、その説明。僕、最後のシーン好きでしたね。あー、好き。連れ去った後、まあ、なんか年下っぽい、年下彼氏、ザ年下彼氏が、わかる。年下感半端なかった。うん。一生言うって言ってたからな。ちゃんと一生。めっちゃ可愛かったな、あのシーン。あそこはアドリブやねん。手つないでからはアドリブやねん、ずっと最後まで、ラストのシーンまでは。何それ。あそこよかったな、ね、監督さんがアドリブで続けてみたいな。すごいよかった。すげえ。話引き出すの俺うまたまたまや。ジガジさん。たまたまや。聞けたかったやつ、この情報は。あっこめっちゃよかった。すごいな。キンキンした。あれよかったな。足下やった。いや、俺はあの走ってるシーンあったやんか。そこを待ちながら。はいはいはい。俺あれ1時間走ったからね。いや、それ聞いてて思っててん。言ってたやん。その時めっちゃ走ったって。だからどんぐらい走ってくれるのかなと思って、その映像の中でめっちゃ楽しみにしてたわけよ。はいはい。走って、ああ、うん。え、もうえ、着いたみたいな。え、もう着いたと思って。すげえ。いやでも15分の割には結構走ってるシーンありませんでした。まあまあまあそうね、確かに。俺大変やなと思って見てましたよ。結構走ったよなと思って。ね、まあいろんなカットで撮るからな。うん、そうなんですよね。準備もあるしね。そうそうそう。その移動とかもありますからね。大変ですよね、本当に。そうそう。寒かったりしたから。そうね。かったなんか。あれさ、走ってるカットってさ、ってさ、うん、あの後ろの景色とかなんか、あここあれやって分かった時めっちゃ嬉しいな。めっちゃ景色似てる。もしかしたら関東圏の人とかは、あっこやって思ってる人いるかもしれないですよね、うん、いっぱい。いや分かるんじゃないかな、多分。うん。関東圏の人分かるんじゃない。ね。うん、多分あとなんか ABC のロゴいじってんのとかもなんか可愛かったですよね、見てて。あー、KTC テレビ局の、うん、うん、KTC あー、KTC ね、KTC ね、KTC ね、あと、トシカレっすよ、トシカレ。うん、あ、トシカレね。あれだって、せいやくん自分で考えたやつでしょ。そうね。いや終わったーと思ってからのあれはダメかも。そう。あージャンクションな。余韻にまた一個入れてくるよ、ね。もう終わったんやと思ったのに。そうそうそう。また足してくるから。分かってるよね。うん。でもなんかあの不意打ちが。こうああいう感じになんねやと思った。あの撮影してる時やこのその何風景とかの感じとか、はいはいはい、雰囲気の感じがあこういう感じになるんやってなんかあすごいなって思った。なんかててあれロケーション完璧やったもんな。うん、東京タワーがね。あー、うん、こっちがあって、そうそうそう、うん、丸見えやったから、東京タワーがめっちゃ綺麗やった。いいな、なんかめっちゃキラキラした回やったよね。うん、うん、
そう、ほんまに序盤のさ、荷物落としてさ、クリスマスツリーにカチッてスイッチ作るところとか、嘘だよ、あれ。あれはさ、あんなことあるっていう。あれこそなんかドラマチックじゃない、なんかあの感じが。ですよね。そう憧れちゃうもんな。奇跡やん、あんな。ならではやな、もうドラマならでは。いやでもほんまにロマンチックな回でしたよね、今回は。胸キュン胸キュンいっぱいで。そうね。ざっとした感じの。すごいいい経験させてもらったなっていうのはほんまに思ったね。ほんまによかった。だって次がマサヤかな、この感じで。来週僕ですね。来週。そうやな。来週。うわー楽しみやな、サロモン。今度こそ、サロモン楽しみや。電話つなぎながら見ようよ。やめてや。今回ちょっと無理やったやん。あり。いや。せいやくんが嫌がるのは何？やめてやって言ったけど、乗り気やったんですけど。やってほしい時のやめてややったんですけど。一人で見れるの方がなんか、あれですね。恥ずかしい。わかる、なんか、冷やかしながら、な、見たいよな、みんなが。ふーって言ってほしいな。俺、家族で見たからね。うわぁ、勇気ある。すげぇ。いや、家族、親でさえ見てて恥ずかしいって言ってたから。親が恥ずかしい。恥ずかしいよ。そうやろな。まあ、そら、俺も恥ずかしいから、そらそうやろなっていう。うわぁ、そうっすよ。じゃあね、来週、マサヤの会全員で見ましょうよ。電話しながら。ほんまにこれ。まあ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 。考えとこう。乗れ。嫌がる俺だけでええねん。この映像は残さないですけどね。残す。プライベートに。全然嬉しいです。ね、もう残りもね、ちょっと折り返し入って少なくなってきましたけど、最後までね、年下彼氏もまた楽しんでいただけると、はい。嬉しいなと思いますので、引き続き、ぜひ年下彼氏の応援のほどよろしくお願いします。お願いします。見てください。お願いします。お願いします。ATB でした。バイバイ。バイバイ。バイバイ。また見てね。